うわー、なんて綺麗な光景。ザーッと流し入れて、うわ綺麗。こんにちは、はるあんです。今日はかぼちゃのチーズケーキの作り方をご紹介します。材料5つでとっても簡単、そしてとっても美味しい、すごく素晴らしいね、すごく素晴らしいチーズケーキになっております。今回はもうかぼちゃかぼちゃみたいな感じのとっても美味しいチーズケーキを作りたいと思います。簡単すぎて驚かないでね。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずは主役のかぼちゃです。かぼちゃを切ります。だいたい4分の1個ぐらい、このぐらいを使いたいと思うのですが、まずは一口大に切って皮を取っていきたいと思います。かぼちゃって切るのもすごく大変だから、もし切るの怖いよ、皮取るのすごい怖いよって方は、ちょっと軽くレンチンしてからやってもいいと思います。よいしょ。とりあえず一口サイズにカットして、こんな感じで、ちょっとちっちゃめかもしれない、うん、はい、皮をね、さらにこんな感じで、もうちょっとこっち寄ってもらおう。こんな感じ、ちょっとね、分厚めにカットした方がいいです。というのは分厚めにカットしないと緑が残っちゃうので、ちょっとだけ分厚めに意識してください。もったいないけどね。こんな感じで、で皮を剥げたら OK。 やっぱハロウィンだからかぼちゃ料理が作りたくなるし、食べたくなるし、でかぼちゃのチーズケーキはやっぱ定番だけどすごく美味しいよね。今225g ですね。いい感じ。まあ大体 200g から 230g を目指してくれるといいかなと思います。そしたらこのままレンジにかけていきます。はい、今日はボール一つで丸々っと作っていきたいと思うので、丸々はい、そしたらですね、こんな感じにラップをして、でね、温めすぎには要注意。そうしないとかぼちゃがカピカピになっちゃうので、ホクホクでちょっと水分が含んでてちょうどいいぐらいに目指してレンジにかけてください。大体600ワットで3分ね。かぼちゃが、はい、かぼちゃがむせられたかな。なんかちょっと若干固い気がするから、もうあと30秒くらい加熱しますね。じゃん、もう一度どうでしょう。様子見ながら、あ、いい感じ。レンジ加熱してください。そしたら潰します。なるべくホクホクのうちに、あったかいうちに、よくね、フォークで潰してください。なるべくね、塊がないように潰してあげましょう。はい、 OK です。ペースト状にね、なりました。はい、あとはですね、はかりの上にボールを乗せてどんどん測っていくだけです。まずはお砂糖です。お砂糖を 80g 入れます。あのね、不思議なんですよ、かぼちゃって意外と甘いじゃないですか。かぼちゃの甘さを引き立たせたいなと思って、普通のチーズケーキのよりちょっと少なめの砂糖とかいろいろ試したんですよ。そしたら全然甘くなくて、結局多く入れるようになりました。お砂糖はなるべくなんだけど、かぼちゃがあったかいうちにこうやってかぼちゃと混ぜられるといいです。なんでかっていうと、お砂糖がね、溶けてくれるのですごく混ぜやすいんですよ。こんな風に混ぜていきます。はい、次はじゃーん、クリームチーズです。クリームチーズ、これ 400g ブロックなので 200g 使います。私はいつもクリームチーズすっごい使うのでリュクスってやつだった気がする、を使ってます。はい、そしたらなるべくクリームチーズはね、室温に戻しておいてください。そしたらクリームチーズを加えてさらによく混ぜます。もう今回はね、よく混ぜる、ただこれだけです、ポイントは。これとオレオとかで食べても美味しいよね。去年かなんか動画でやった気がするけど、オレオを砕いてカップに入れて、このペーストをヒュッてオレオの上に乗せてココアパウダーかけたらすっごい美味しそう、デザートとして。よし、こんな感じかな。うー、ちょっと力がいるから疲れちゃった。そしたらですね、うー、疲れたよ。あ、そうだ、ここら辺でオーブンを220度に予熱開始します。あんまり最初から予熱しちゃうと急がなきゃって気持ちが強くなっちゃって、私はあんまり好きじゃないので、ここら辺のタイミングがいいと思います。はい、そしたらじゃーん、卵を2個入れるのですが、1個ずつ入れてください。パカンって1個入れたらよく混ぜます。はい、よく混ぜますよ。はい、さらにもう1個入れてよく混ぜる。パカーン。はい、さらにもう1個入れてよく混ぜて、今日はね、かぼちゃも入ってるから結構分厚いチーズケーキになります。ド迫力チーズケーキが出来上がりますが、それもまたいいよね。生クリーム
ームで、生クリームはこの 47% かな、ちょっとあの脂肪分が高い一番高いやつを使ってください。はい、そしたらこれ生クリームを 100cc 入れます。これ 100cc ちょうど残ってるやつだからもう全部投入しちゃいます。でさらによく混ぜる。うわー、なんて綺麗な光景。私なんか何かと何かが混ざる瞬間が異様に好きなんですよね。可愛くない？コーヒーと牛乳が混ざる瞬間とか最高じゃないですか。はい、そしたら生地ができたのですが、この生地をなんとこします。で、こさなくてもできるんですよ。だけどこした方が滑らかな生地になるので、かぼちゃのつぶつぶだったりとかを取り除きます。これだけ目が細かくなくてもいいです。まあ、ちょっと洗いざるとかでも OK。 そしたらこします。で、時々こうやってゴムベラで混ぜてあげる。私はせっかちだからでね、やらないと気が済まないんですよ。下に、なんていうの、どうしても底にね、粒々がたまるので、こうやって粒々をこう持ち上げてあげるといい感じでね、こせますよ。でね、どうしてもこの粒々はもったいないなって思うんだけど、チーズケーキには入れない方が確実に美味しいです。で、捨てるのももったいないじゃないですか。で、何かに使えないかなと思って取っておいたら、ホットケーキ作る時に入れてあげると美味しかったですよ。はい、残り全部こしちゃいます。2回に分けてぐらいかな。最後のね、絞れる一滴まで絞ってあげましょう。はい、じゃあこれはパンケーキ行きです。で、こんな感じで OK で、チーズケーキにね、粉加えると思うんですけど、今回も加えません。私は加えないで作ります。やっぱね、ちょっとの粉をね、あ、うんちが終わりましたね。ちょっとだけの粉をね、使うためにね、粉を買う人がいると思うと使わない方がいいと思うし、使わなくても十分に美味しいです。これは15センチの丸型です。15センチの丸型が一番可愛く焼けました。はい、そしたらこのシートをくしゃくしゃにします。はい、大胆に敷き込む。あとは生地をざーっと流し入れて、うわ、綺麗。こした分やっぱり滑らかさが違いますよね。焼いた後はもっとね、こう濃縮されるというかね、ギュッて詰まるから、すっごいもう滑らかなのが分かると思います。こしてよかったって思うと思う。はい、そしたら焼くだけです。220度で35分ぐらい焼いてくださいね。結構真っ黒になります。バスクチーズケーキ風になっちゃうけど、それがすごく美味しいから大丈夫です。いってらっしゃーいと。焼けました。こんな感じ。おー、まだフルフルでも大丈夫です。粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて、長らくなるべくだ、なるべく冷やしてくださいね。で、一晩冷やすととっても美味しいので、やっぱね、なんかこうずっしり加減が違うというか、こう密度が違うと言いますか、なんかムチってしてくれるので、一晩冷やした方が美味しいと思います。1日置いてから食べる方が美味しいので、まあ、そこはお好みでという感じ。まあ、とにかく焼けたら粗熱を取って、片ごと冷蔵庫に入れてずっと冷やしてくださいね。ではまた明日、バイバーイ。もう焦げ一歩手前って感じでしょ。でもこれが美味しいです。皆さんこんにちは。翌日になりました。あ、今日はね、なんだか寒くて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 ニット起きちゃった。はい、ということで、かぼちゃのチーズケーキを食べたいと思います。ダラダラダラダ。もう冷蔵庫でカチンコチンに冷えてるので、焼き上がりは結構プクーって感じだったんだけど、それからヒュッてしぼみました。こんな風にどっしりと静まるんだっていうのが分かっていただければね、なんか、あ、しぼんじゃったら大丈夫かなっていうのとかがないと思うので、ちゃんとね、安心してくださいね。はい、では開けてみましょう。じゃん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 。出来上がりじゃない？ちょっと、うわ、美味しそう。では切ってみます。おいやー、うわー、うわー、よいしょ、最高、美味しそう。うわー、最高な焼き上がり。中がめちゃめちゃにむっちりと詰まってて美味しそう。ではでは食べたいと思います。よいしょ、いただきます。うわー、この濃厚なチーズケーキを見てくださいよ。うわー、いただ
最高。すごくホロホロもしてるし、しっとりもしてるし、ギュッと詰まってる感じもあるけど、あっさり口の中で溶けていく感じもあるし、すっごく美味しいチーズケーキだと思います。なかなかお家でこれができるんだってびっくりしちゃうと思う。そしたからクリームチーズのダマとかももう何一つダマがないです。なので本当に濃厚で滑らかですごく美味しい。かぼちゃの味がしっかりとしているので、でも甘さはそんなにちょっと控えめな感じ、そんなに甘すぎずに美味しいと思います。ミルクティーとかね、コーヒーとかともバッチリ合う甘さでもあるし、このまま食べても美味しいし、なんならもっと甘いチャイを合わせても美味しいんではないかなと思う組み合わせ。ドキですぐ食べ終わっちゃう、大変。はい、ということでとっても美味しいかぼちゃのチーズケーキが出来上がったと思います。すっごく美味しくて感動ものでした。自分で作っといてなんなんですけど、こんなに美味しいチーズケーキが焼けるんだってちょっとびっくりしちゃうぐらいすごく美味しくできたと思います。皆さんもぜひ、もうハロウィンの時期に関わらず食べたくなるチーズケーキ、意味わかりますだと思うので、ぜひ作ってみてくださいね。まあ、カフェみたいにするときはホイップクリームを添えて、ちょっとシナモンパウダーをさささっとその上にかけてあげるとね、すごくハロウィンっぽくて可愛いのではないかなと思いました。ということで今日の動画を見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。かぼちゃといえば、最近かぼちゃの煮物をかぼちゃのサラダにすることにもハマってるというか、最近の美味しいなって思う気づきで、かぼちゃの煮付けちょっと余るじゃないですか。4分の1個分作ると絶対余っちゃうから、それを潰してマヨネーズとレーズンとあえてサラダにするんです。それもすごく美味しいし、私よくスープにもするんですけど、潰して牛乳と割ってスープ、あったかいスープにしたりとかして。かぼちゃってね、結構アレンジ無限大っていうか、お料理だったらかぼちゃの煮付け作ってから変身させると何でも美味しくなるかもって今ふと思ってました。美味しそうかぼちゃの煮付けの味って美味しいから、そこから何にしても美味しくなりそうな気がするね。かぼちゃのチーズケーキも美味しいから、もうかぼちゃって最高。はあ、秋っていいね、太るね。